板ば麦板そばとは山形県内陸部で広く食べられるそばの一つである。昔、大きな長い板や木箱にそばを盛り付け、農作等の共同作業や集会後に振る舞ったのが由来とされている。本来は大きな木箱に盛られた山形風田舎そばを複数の同席者で分け合って食べられていた。また、一緒に食べた人との仕事や人間関係のご縁が、 水がこぼれ落ちる、ざるではなく、早く、板につきますようとの願掛けと、細く長くそばにいられますようにとの縁起を担いで、板そばが振る舞われ、仲間が揃った時に食べる縁起の、いい、締めの食べ物とされている。山形のそば屋では、現在も2から3人前の板そばは、そば好きは一人で食べるのも普通であるが、数人で分け合って食べるための5から12人前の、 大きな板蕎麦用の木箱でも供されている老舗蕎麦屋もある。また、山形蕎麦は江戸蕎麦と違い、色も黒く太切りで硬いのが特徴で、江戸蕎麦は蕎麦つゆを少しつけて飲み込み、喉越しの良さを味わうのが良しとされるが、山形の田舎蕎麦は飲み込めないほど硬く太いが、噛めば噛むほど蕎麦本来の味が出る噛む蕎麦であり、また山形風蕎麦つゆは、 だしで割った薄めの味付けであり、そば全体をそばつゆにつけて食べるのが山形そばの正しい食べ方とされている。ざるではなく木で作られた長方形の浅い箱状の器に薄く均一に盛られる。せいろに盛られるより水分の吸収がそばに適している。通常は盛りそばの3から5人前の量であるが、蕎麦好きであれば軽く平らげることができる。ありがとうございます。